ぷかぷかと海に浮かんでいるのはそうラッコです。3匹かと思いきやお腹の上にもう1匹赤ちゃんがいました。たくさん貝を食べた後はみんなでお昼寝タイム。波に揺られてとっても気持ちよさそうです。ラッコの姿は今月7日浜中町の霧多布岬で確認されました。去年から聞いていて、もう1年越しにやっと取れたという感じで、手の仕草というか、なんでこんなに可愛いのと思いながら、またそこから 1時間ちょっと撮影して。赤ちゃんがピーピー鳴くとすかさず母親が近寄り抱きかかえます。その姿はまさに親子の愛を感じさせます。子供を大切に抱いてる様子などをちょっと見た時にはちょっと感動して、これはと思って一生懸命撮影しました。地元の人や専門家によりますと、30年以上前からラッコの姿がたびたび目撃され、現在は10匹ほど生息しているとみられます。今回撮影されたラッコは頭が黒い方がメス、白いのがオスで夫婦ではないそうです。母親のラッコは4年前から姿を見せ、これまでに5匹子供を産み、うち3匹は死んでしまったということです。地元の人たちは元気にすくすくと成長してほしいと願っています。